37 ターン。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でこうです。7リズムダッシュ2回目始めていきましょう。首相の心がけね。今日もしっかり励みなさい。今回はフリークエストメインにやっていくことになるのかな。ピースがある。おっと、キャラをゲットした。キャラをオークスって、まあオークだからなんだけどね。武器です。ゆるね。オークスとゆるねをゲットです。別にこれはガチャ引けるんですね。本当にこのペット、ヒットポイントプラス1000。衛星のプトラペットっていうのを誰かに装備しないといけないのか。はい、キャラをゲットしましたね。
ん？これはイカスだ！上達できたみたいですわ。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 できないね。楽器装備してないのかこれ。違う。メロディーが溢れてくる。俺はまだ成長できる。なんだろう、楽器装備できてないっていうのはちょっと痛いか。これで今上げられる。上達できたみたいですわ。レベル4まで上げられるように上げていきましょう。さあ次です。ストーリーが進みますね。ストーリーとりあえずやっておかなきゃ。フリーですね。フリークエスト、これをやるとなんかレベル上限が上がるらしい。やっていきましょう。問題ない、準備はできてる。
音ゲー、音ゲーじゃなくてこれリズムゲー。降り注ぐ真夏の午前、焼けつくような視線、肌に強く感じて、日が好きそう。映画出ました。クリアレベルが上がった。チケットっていくつある？それでは2つですね。あなたと一緒なら負けないわ。スマホを持つ位置がすごい難しいな。62もあるんだな。余ダメージ赤が強い。クリアです。クリアレベル7。もう一個だけ解放できますね。ねえ、やるじゃねえか。
してたんだ。結構これ強い敵かもしれない。使い切ってるか。一回今日は育成してやり直すかな。絶対レベル7まで上げられるんじゃなかったっけ。そうですね。今のフリークエストの全員ずっとにゃんていきます。また腕を上げたってことかな。また腕を上げたってことかな。かっこいいよね。上達できたみたいですわ。全員上げます。メロディーが溢れてくる。本当に溢れるんだ。でフリーに戻ります。そう、高速は必ず失敗するんで、普通にやりましょう。9000クリアしましたが、すごいしんどかった。いいですね。レベルアップ。ということで、
難しい最後は。ロマのせい。響いたろ。一応 A ではありますがね。ランキング更新。レベルアップだが。どうやって手に入れるんだったっけ。ここかどうかってことか。さて、一丁やりますか。ホルダーが欲しいですね、これね。とこがあるな。ところどころ 35,000。 ここはもう難しい。同じ曲を何度もやった方がいいかもね。練習しよったら私の旋律がわかるかしら。どうなんだろう。
終盤プログレッションになってるから非常にリズムの取り方が分かりにくいな。ランゲン更新なかなか S だらないですね。いやレベルアップしたがなんかゲットしたんじゃないの、武器みたいな。育成するか。これレベル10にアップですね。いつマルちゃん解放できるんだったっけ。この感染ですね、解放できるのが。とりあえず、育成です。とりあえず普通に。これいかせて。レベル10にします。ちょっと強化されたでしょう、されたでしょう。キャラはメインストーリー行くか。一応もクリアをしろか。こっちのストーリーじゃなくてクエストですね。メインクエスト。
50行きましたね、最後13,000。帝国歌劇団は結構あのプレイしやす難しくない曲なので、これはプレイしてみてフリーなんかにいいかもしれないですね。何なのかな、うまそうですね。どうしてこれお姉様、見ててくださいね。もう結構ちょっと気にしてるから、最後は12,000。皆様お見事です。いいですね。また点数評価まではいかない。なるほど、第二楽章はこれで解放されたってことで、ストーリーがなんか押せる？メインの。おう。アキオさん？ああ。ではない。ああ違うな。どうしよう、ふざけるな。うん違うな。これってバトルしないといけないことはないか。あとはつまり順々にメインのバトルをクリアしていかないとストーリーが開かないってことですね。なんだこれ、これさっきの話かな。
聞いたい。ないのか。進めていき、そのやってないのがないんで、こんなのもある。やっほー、分かってない。こっちエンジェルコラボだもんな。これはもうプレイしたもんね。多分。でイベントストーリーはもうやることがない。あとはひたすらフリークエストやって。レベル力を上げながらメインのストーリーもやってというのが、おマルチ解放されましたよね。これアリーナとレースっていうのがあるみたいです。時間営業時間外のはず。だよな、これが結構やりたかったけど、自分の名前がマリアディアっていうのはなんか名前がすごいな、王国だからマリアディア。分かる方は一部だろうな、マリアディアって。え、塩キャラクターっていうのがあるみたいです。カマルシで行くとですね、はい、マルチはもう一個ありますよ。アリーナ、これは21時から23時以外全部遊べるみたいです。
トマトってない、まあ、例えば対戦相手を選択するときに、オートに設定できないかな。レベルが高くても勝てるかどうか分からないっていうか、 A のなんか星2とかあるな。これは強そう。どうなるんだ。ランキング更新、アリーナランキングっていうのがあるみたいですね。挑戦回数が5回なんで1回挑戦できるのかな。このぐらいのレベルなら勝てるでしょう。時間が45分、バトルスキップできるんだ。結果がすぐ出てくるのかな。いや、そんなことない。あくまでこれオートプレイ中です。あ、終わりだけ出るのか。ダメージレポートってあるんだ。ん？こちらが与えたダメージ、やっぱり赤の角増しが強いな。これを5回繰り返せるわけですね。例えばこのぐらいのクラスだとどうなる？基本バトルスキップになるのか。あれ、さっき最初はスキップしなかったけど、まあこれは勝てないだろうな。あ、そうでもないか。勝ちました。レベル17でも勝てるんだ。さあ下克上です。あと2回。でなんかこれ力入ってますね。402。スキップするしかないのか。最初1回目以外はまあ負けるでしょうこれは。っていうか相手が強い。あと1回ですね。どの辺がいいんだろう。あれ、こういうマークがついてない方が勝てるかも。これは無理。もうバトルやめとかできないですよね。勝てるわけないだろう。うわ、ピンクだ。ここで負けます。話になりません。だって全回復できるんだよね。うん、戦力は6万とかですよね。トップクラスはまだそこまでは全然達してないからな。わあ、戦力は6000台なんで。これ有料なのかな。あ、そうじゃない。ボス部屋もあるかな。
していかないとダメですね。目玉商品しか見なかったけど、他はどうなんだろう、はい、というわけで50分になったか。育成はしっかりしましょう。もうキャラ6人いるな。あ、そうだ、レグリをゲットできるんだ。これぞ鍛錬の成果だ。そう、楽器を装備しないといけない。この楽器、あの、トマル氏が使ってんのかな。これぞ鍛錬の成果だ。使いたくないな。スフィアも装備、トマトスフィア。これぞ鍛錬の成果だ。これぞ鍛錬の成果だ。価値に関係あるのかな。これぞ鍛錬の成果だ。ということで、青か、青の属性が3人目だから、青に偏ってる感じがしますけどね。したいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄のアドレス記載します。よろしければ見てください。プレイライズラスのプレイリスト確かあったはずです。説明欄にアドレス記載してます。ぜひご覧ください。ということで、ナーリズムダッシュ遊んでいきました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。